津軽鉄道を支えるためになんとか観光の部分を膨らまそうとしていた部分がだいぶなくなってしまった。27しか対応できない。そうですね。最終日20日にしますっていうのも伝えなきゃいけないですね。LINE で。乗ったことがない人たちがちょっとこう乗ってみようかなって思うようなきっかけをまず作りたい。地元なのに観光に来た感じでまた新しい一面を知って楽しいです津軽鉄道さんと地域の人がいろんなコラボをして列車の中を楽しむっていう一つの空間として育っていけばいいなと思ってます。